万歳。本日はですね、ジュビロ磐田の練習場に来ました。本日は久しぶりの一人なので、ちょっと不安なところもありますが、クラブハウスもちょっと見えますかね。ジュビロ磐田、ここには、まあ、監督、今横内監督がいますし、川口義勝ゴールキーパーコーチもいますね。そして遠藤康人いますから、いろいろな話を聞けるのか、みんなが拒否するのかどうなのか、そのあたりもですね、ちょっと確かめながらやっていきたいと思います。いろいろ絡みたいと思います。おばん、おばん、おばんざい、おばんざい、バーン。しんどいよ。最後決めな、お決めな。悔しいふりはしてます。おばん、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 おばん。元気っすか？元気っすよ。吉川さんには行きましたよ。いや、そうですよ。すいません。わざわざ、わざわざ、あれ、こんな暑いの、いやいやいや、めっちゃ汗かいてる。いやいやいや、もう汗はもう、いいっすよ、もうよろしくお願いします。あとでちょっとゆっくりいろいろ話聞きたいですけど、そうそうそう、ご飯食べながらっていうこと、いいですか、ご飯食べながら。美味しいか。本当ですか。まあ、またわかりました、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。これは、いいですね。フィジカルもちょっとずつやっていく、そういうアップで、遠藤は要チェックですね。相変わらずのらりくらりやってますわ。のらりくらりでも怪我しない、ちゃんとやってるね。でもね、無理なくちゃんとやってる。中でのマックス頑張ってましたね。スピードはないから、まあ、うまさは昔からその辺は変わりないから、スピード落ちたなとか切れないなとかはないよね。もともとないから。1対2でボールキープ、こういうのがな、試合にやっぱり生きてくるからね。きついと思う。もう暑いから、なんせこの暑さ。もう、息すんのしんどいもんなって、もう、なんもしなくても。きつい中、どれだけやれるか、精度よく動けるかみたいな感じやから、至るのあれでもある。この練習は、どうやってゴールを決まっていくか、その強度を上げていくっていう。監督は結構指示出してますけど。結構ね、細かくね。いろいろどういう風にするみたいなのは結構横内さんはね、ずっと指示出してる。立ち位置を意識しながらボール入った時にどういう風に、まあ、動き出してどう崩していくのかみたいな。何のあれなの？YouTube でおばんざいやって、すいません、はい、今週のカレンダーを作ったんですよ。オシムの言葉みたいな。危ないです、危ないです。オムシの言葉なんで。何ですか、オムシって。あの虫の、あ、そうです、そうです。なるほど。昆虫がもし喋ったらこういう名言を残すんじゃないかっていうのを、うん、本当の実際の名言になぞらえながら紹介してるっていうカレンダーを作ったんですよ。なるほど。まさかこれ、ほんまもんですか。いやこんなことあるんですか。ほんまもんですか。いや、違います。違います。違います。いや、嬉しい、ありがとうございます。いきます。はい、チーズ、めっちゃいきます。チーズ。はい、これはこれは、はい、同じ3発行ってますから、はい、最近は、いや、大丈夫です。あれ、しっかりまた、よろしくお願いします。
あ、ステッカーね。ロッカーに貼っとくわ。カズさんもおばんざいソングやったからね。なんかやったらしいね。それだ、それ見てないね。やだすんなよ、キングに。汗出てますね。毎日いっぱいいっぱい。どう？何年目？26年目か。26年目か。ちょっと髪も茶色くして。遊んでるわ。遊んでるわ。いっぱいよ。いや今日でも俺も最初来て、まあ、9時半からやったやん、うん、これやんのかなと思って、お前やれんのかなと思って、暑さでね、暑さで、いやいや、もうあそこ出てきた瞬間吹き返そうかなって毎日思って、やってますよ、やってる ね、しかも今日最後に行くごとにちょっとエンジン入ってきたね。あのね、うん、この年になるとね、うん、メリハリつけなかった。最初のこのアップとかはさ、うん、そんなパワー使う必要ないから、うんうんうん、自分が怪我しないための準備をしつつ、うん、そうね、一番大事なのはやっぱゲームやから、そうね、そう、最後のメインに、うん、うまくこう持っていけるようにしてるから、うん、でもさ、その間もさちょっと走ってとかしてるやん、 うん、あれはやっぱ意識的に、あれ、そう、止まってるとね、うん、関節が痛くなる。年だからもうね、常にねゆっくりでいいから動いて、まあまあなるほどね、なるほどね、そうそうそう、なるほどね、うん、まだ暑い時はまだ体が暑いから、うん、いけど、冬場のやばい、こっからこっからどうすんの、その、 あのリカバリーみたいな、こっから、うん、ジョークする30分ぐらい、俺とかも外出えへんしさ、動かへんから時々動くぐらいからさ、毎日をやってんなと思うで。いや毎日はほんまにしんどいよ。何時に出てんの？まあ、でも普通に1時、ああ、それぐらい起きるの？7時、なんかね、7時、うん、7時にね、きっちり目覚めるの。3時に寝ようが、10時に寝ようが、うんうん、7時にきっちり目覚めるの。お昼は眠たくならへんの？眠くなるけど、あんま昼寝しないから、うん、ああ、そうなんや、ね、だから、よっしゃん、マジでパッて目覚めて、うん、寝よ、二度寝しようかなと思ったら寝られへん。マジで、うん、もう来ちゃおうと思って、だから1日が長いのよ。確かにね、うん、朝飯とかどうすんの今？一人？あ、そう、家族が大阪に行って、うん、朝飯とかもちゃんと食べてるよ、ね、お、そう、うん、自分で？自分で、自分で、すごいな、結構好きなの。え？洗濯物畳む以外は好き。掃除とかも意外に好き。お、そう、うん、ちょっと痩せたんじゃん。みんなに言われる。黒くなったら好きやろ。え？確かに。いや、でもいいよ、うん、下手しね。こうなってるかも。ここ行ってるかもしれない。いいね。気をつけてないけど。うん、いや、それがいいよ。食べたいと思う。うん。それがいいよ。いや、もう自然が一番いい。もう朝とかに朝起きてる。もう起きたいんだろみたいな。たまにある。7時で目覚めるけど。そうそう。覚めるけど起き上がるのが大変。ああ、まあね。ちょうどいい、いや、環境や、住みやすいしね、うん、浜松、うん、まあ、夏暑いけど冬もそこまでめっちゃ寒いわけじゃないもん、ね、そう冬あったかいね、あったかい、ちょっと風がね強いっていうの、あ、マジで過ごしやすいよ、だからこういう周りの環境はすごい、ね、すごい自然に囲まれてて静かやし、サッカー集中できるやん、野球場、野球場いいよ、万歳ソング歌ってくれんねん、最後、やん、おばんざい、おばんざい、バーン、ありがとう、おばん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 ざい、おばんざい、バーン、間違えた今のでええんちゃう、今のでええよ、別に正解なんてないから、カズさんもしたし、遠藤もしたし、次だね、次は小野伸二行きたいな。知ってますから、面白いですよ、金子選手は村田和也、はい、セレッソ一緒にやった、はい、のレスパの時のね、そうそう、よくしていただいてました、ね、はい、でそう、俺の話をやたら村田がしてたらしい、そう、バンさんの話しかしてなかったですね、はい、それでいつかお会いできるかなって思ってて、ちょくちょく試合会場で、うん、
お見かけすることあったんで、うん、でも僕もおばんざいやんないといけないかなと思って、いや、そうですよ。でもまだそんなおばんざいできるような選手になってないから、いよいよ。でも調子ね、チームも良くて、はい、ね、いい感じじゃない。スパイゴ選手も出てるし、ゴールも決めてるし、はい、うん、打線少し落としてしまったんで、そこはちょっとチームとしてすごい痛かったですけど、まだ11試合あるんで、うん、自力でなんとかなる順位もいますし、うんうん、まだまだその上を目指してます。うん、頼みますよ。はい。ね、ちょっとあいつと映ると身長差をしていじられそうなんで、ちょっと。年齢は全然違うか。年齢10個ぐらい違います、ね。ああ、そう。YouTuber おばんざい屋。たまに見てます。本当？ジョーさんの見ました。嬉しい。ジョーさん。どうですか？ここ最近は。いや、もうひどいっすね。ひどいって。調子が上がらなすぎて。それは何なの？気持ちじゃないっす。勢いと。感染は、うん、勢いがあったんですけど、うん、体調崩して、うん、怪我してから、うん、あれがなくなった。そうなの？おばんざいソング歌っとく？いや、大丈夫っす。いや、むずくないっすか、あれ。なんで？これやったら点取れる。次それならやります、ね、やろうか。それならやろうか。それならやっとかない。そりゃそうや。いいね。おば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 んざいおばんざい、バーン。頑張ります。頑張るように。ベテランやな。ベテラン、ベテラン、ダイバー、ダイバー。いや、やつがいるから、やつがいるから。ダイバーは絶対つかないです。確かに。いや、でもまあまあいい、もういい年。でもやっとはさ、移籍してきてやからさ、なんかずっといたらさ。ハチ君とかだって19年目です。19年。すごくないですか？19年ずっと、チーム。ファンクラブマンやな。いや、一応そうです。やらへんの？バンザイソング一緒にやるっていう練習してたよ。雰囲気やったけど練習してたよ。そそくさと今上がってことしました。声がかかった練習してましたよ。練習してた。あ、バーさん撮ってる人いるな。もうやるじゃん。あ、やりました。やろうよ。サンボちゃん、もっと取らな、はい、いいとこまでめちゃくちゃ行くのに。何度かしてんじゃん、それで。してないですよ。最後、決めな、お決めな。フレーシー、フリはしてますよ。決めな、決めな、変わらへんの。そうっすね。そうか。次、ゴール決めたら、おばんざい、やっぱしたい。おばんざいって、したら。効果あります。効果ある、効果ある。今週あたり決めたら、もう、完全このおかげですもんね。ね、数字伸びますよ、そうしたら。やってくれるようになるから。